病体質の概念。皮膚呼吸の改善や食習慣を改めることによって、体の状態、体質も変化します。時には、合併体質者の場合などですが、健康法を実行しているうちに、週単位、日々の単位で変化することもありますので、体質の変化にはいつも留意していなければなりません。肝心なことは、 体質の傾きを正常に戻すことと自然治癒力の力量を増やすことですから体質の変化に伴ったさじ加減を覚えてほしいと思います。つ1は病体質の概念を示したものです。どのような時に病気が発生するかどのような状態が望ましいのかをつ2つ3を参考に考えてみます。一つのの体質の矢だけが、 太く長い、長年の食習慣や生活スタイルの偏りで一つの体質だけが膨張するように大きくなっている場合体質的に体の芯まで深く根付いているため総合的にしかも長期的な視野に立って改善することが必要一つの体質の矢だけが長く離れた位置にある自分の体質に合わない治療や健康法などで 一つの体質だけが一時的に強まっている一過性の体質の偏り数回の実行で改善される場合が多い。